では始まりました。おもちゃチャンネルです。今回はですね、教育実習関係の2回目ですね。この慶応大学文学部英米文学専攻のですね、教員免許について話していきたいと思います。ですね、で僕がいた当時っていうのはですね、大事件もいろいろあって面白かったといえば面白かったですけど、おそらく英語の教員になるのが一番難しかった学校だと思ってます。今でも、慶応大学っていうのが、今は違うけど自分がいた時がおそらく一番英語の先生になるのが大変だった大学だと思います。で、理由はいくつかあるんですけど、まずですね、英米文学専攻っていうのがですね、めちゃくちゃ大変なですね、専攻だったんですよ。で、多分僕らぐらいまででしょうね。その後は簡単です。今はですね、辛いとか言ってる人いるかもしれないですけど、単位等の大変とか言ってます。めっちゃ簡単ですからね、私たちの時代と比べたら。ですね。で、まあ、良かったのは、僕らデジ辞書の時代だったんで、それは良かったんですけど、紙辞書の時代だったですね、先輩たちっていうのはもう地獄だったと思いますね。本当に、あの大量に、アンサロジーというですね、非常に重たいものを持ちですね、さらに、この辞書を持ちってですね、いうので、地獄の時代だったそうなんですけど、まあ、まず、めちゃくちゃ厳しい。ですね、英文学、米文学、現代英語学ですね、この3つがめっちゃ厳しいですね。今はそうでもないですよ。はい、これらがめちゃくちゃ厳しい。それぞれめちゃくちゃでかいですね、教科書。そしてめちゃめちゃ厳しいって言って、で、僕ら2年生から見たって、で、2年、3年、4年って1個ずつ取っていく人がすごく多いんですよ。で、自分自身もそうでした。2年生で米文学取って、3年生で現代英語学取って、4年生で英文学取りましたね。英文学士か。はい、これを取るんですけど、で、教職取るためには当然その英語関係のですね、単位取らなきゃいけないわけです。で、僕らはまあ英米文学専攻なので自動的にそれは取れるわけですよ。なんでそこは全然難しくないですね。ただですね、教職っていう教職科目がですね、いろいろあって英作文取らなきゃいけなかったり、口語英語取らなきゃいけなかったりとかっていうですね、あのスピーキングやライティングがあって、で、そこで挫折しちゃう人も結構いるんですけど、まあ一番厄介なですね、科目があったんですよ。で、それがあのまあ某科目でですね、それを取らなきゃいけないんですね、慣れなきゃいけないんですけど、その先生がですね、多分まあ僕の周りの人だったらすぐに誰のことだか分かっちゃうんですけど、その先生が一番最初に授業の最初に言ったのはですね、こうだったんですよ。僕のですね、この授業の目的っていうのはですね、あなたたちが英語の先生に向いていないということを教えてあげることですっていうですね、そういう授業だったんですよ。で、そのためにですね、大体80%から90%がその授業をですね、結局ですね、落ちちゃうんですよ。っていう授業です。今はありません。ラッキーですね、皆さんですね。まあ、相当苦情も出ました、だから。ほとんどの人が合格できないので、で、あれですね、すごい、一人ね、その先生にすごい恨みを持ってですね、出した事件があるんですよ。ですね、その、丸々教授ですね。そうなんですね。〇〇教授はですね、お亡くなりになりましたっていうのを掲示板に出したっていうですね、伝説を持ってる方がいらっしゃいますね。あれはすごい伝説ですよね。っていうふうにやって、その後定額処分になったのかな、その人バレて。確かそうだったと思いますけど、はい、そんな感じのことも実はあったんですけど、まあそれぐらいめっちゃ大変だったわけですよ。ですね。で、さらに、教育実習に行く前にも、クリアしなきゃいけないんですよ、テストがあって。で、そのテストっていうのがですね、なかなかむずいんですよ。トフルの正誤問題とか、あと長文があって、で、答えを出すんだけど、解説しなきゃいけないっていうですね、そういう問題だったんですよ。で、僕はですね、そうです。トイックもね、860以上だったかな、じゃないと、教育実習、そのテストを受ける代わりに、ですね、トイックも860点っていうので、もう免除。トフルで何点だったか忘れちゃいましたけど、でそういう免除のやつもあって、今はなんか700点ぐらいになってるんですよね、確かね。すごい下げられてるはずなんですけど、で当時は860だったんですよ。で、僕が受けて、でも、トイックじゃなくて、そのテストを受けたかったんですよ。で、トイックでも超えてたのかな、わかんないですけど、忘れちゃいましたけど、トシットでとにかく合格したいって言って、で、最初のテストを受けた時にダメだったんですよ。ああ、なんでダメなんだろう。いや、絶対自信があったんですよ。解けたし、分かったし、長文も読めたし、正誤も解けたし、一体何なんだろうなと思って、2回受けるんですよ、僕ね。2回目受けた時はですね、分かったんですよ、問題解きながら。
解説しなさいのところで、1回目の時は該当箇所ここって書いてあるんですね。段落目何分目にこうこうこうあるから、だからこれが正解っていう風に書いてたんですけど、それをですね、和訳つけたらですね、簡単に合格しました。何段落目の何行目にこうやってあるの、その英文に訳をつけたんですよ。その1回目受けた時は英文だけ載せてこうあるから、だからこれが正解って書いてたのを、こうこうこうあるから、はい、日本語訳書いて、だからこれがこう言い換えられてこれが正解とかっていう風に書いたらですね、簡単に合格できましたっていう風ですね。めちゃくちゃ教育実習に行くまでが大変っていうのが、慶応だったんですよ。慶応大学で英語の先生になるのは、ね、日本一難しかったと思います。はい、そうですね。こういう理由です。テストがあったし、かなり高い英語力を持ってなきゃいけなかった。さらにはですね、すごく大変大変な、授業があって、その授業をクリアしなければいけなかった。で、結局どうしたんだっていうんですけど、私はその先生の授業ですね、2つあるんですよ。そのめっちゃ厳しい金曜1限だったの、確かね。金曜1限のは超厳しい。それに比べて月曜6限の方がですね、ちょこっと優しめになるんですよ。両方厳しいですけど、人数も全然違います。金曜1限の方がブワーッと人数がいて、月曜6限の方が結構ちっちゃい教室なんですけど、でこっちの月曜6限の方が取りやすいっていうのを知ってたので、ですね、だから金曜1限の方ではなく、月曜6限の方のですね、過去問とか、を集めて、それで合格しましたね。すごいですよ。慶応の英米文学専攻って過去問がめっちゃあるんですよ。すごい、みんな、だから合格できないんで、ものすごい厳しいので、なので過去に出た問題ですね、同じ問題を狙うのでですね、もうすごい昔の問題からですね、と残ってて、みんなで協力してですね、倒すっていうですね、そういったこと。まあこの辺の話もですね、いずれできればいいかなと。はい、こんな感じです。私がですね、慶応が一番大変だ、英語の先生になるのが大変だった時代の話ですね。をしました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.